GPS というものはカーナビなどで位置情報を調べる時に使いますがここに挙げた GIS はジオグラフフィック・インンォメーションショステムと言います。地図の中から駅の右側は高齢者の方がたくさん住んでいる古い町左側は再開発されたマンションアパートが多いので若い人たちが住んでいる町というように いろんな情報を分析しお客様を探し出すこれを GIS マーケティングと言います私たちの仲間にはこの専門家がいます専門家と皆様が一緒になって有効なマーケティングをしていきたいと思いますその時に必要になるのがテレマーケティングですテレとは電話を使うということだけではありません テレワーク、テレコミュニケーションのように遠隔地からマーケティングをすするという意味ですその時電話を使って行う方法が俗に言うテレマーケやみくもに会社訪問をしてもなかなか向こうに時間や興味がない時は電話窓口の人は断るように言われている会社もありますから効果はありません。 しかしその時に GIS で絞り込んだエリアに対しキーーマンズサーチというものをします会社に電話をし「私たちはこのような会社です」「是非一度お邪魔したいのですが」というお話を申し上げ担当者の方のお名前をお聞きし資料を送らせていただいたその後に「テレアポ」と言ってアポイントを取るということです。 実は何月何月日ごろそちらの方に伺うのですがぜひ一度お時間を15分20分いただきたいというアポイントを取ると効果的です。皆さんのお客様のお客様探しにぜひ GIS テレマーケティングを使ってキーマンズサーチやアポ取りまで私たちができたらと思います。自社でできなくても結構です。 それをやってくれる仲間を私たちは用意しておりますのでその仲間たちといろんな事例を研究していただきお話しいただければ幸いです。